どうも、みくまのネットの鉄です。今、熊野地方では熊野桜が花盛りを迎えています。おととし2018年に発見された新種の桜です。今回は熊野本宮大社旧社地の川向かいの七越の峰という山に来ました。熊野地方に自生する野生の桜は3種ありますが、その中で一番早く咲くのが熊野桜です。熊野桜は3月上旬から中旬にかけて咲き始めます。ですので熊野地方の山で3月に桜が咲いていたら、だいたい熊野桜だということになります。熊野桜について心配なのは他の桜との交雑です。やはり熊野地方でもよそから持ち込まれた桜が植えられています。それらの中には熊野桜と花の咲く時期が重なるものがあって、交雑が生じて将来的に熊野桜が減少するという可能性があります。紀伊半島の南部にのみ自生する桜ですので、とても貴重です。未来に伝えていかなければならない大切なものだと思います。ご視聴ありがとうございました。